最強にして最高の雨のせい地獄をこの世に出現せしめる今地上に蘇る生命我らに乗りようぞ平の正門を打ち取りし伝説の俵俵の塔だそして大三島の小さな芸人大堀康さん私がお前たちに用があるのではない。用があるのは。
平さん、そりゃねえだろ。あんたにやったことに口を挟むつもりはねえが、せめてその思いだけでもこいつに聞かせてやるべきじゃねえのか。それは違うんじゃねえか。こいつはあんたの恋人じゃなく兄だったかもしれねえが、それでもあんたの守るべきものだったんじゃないのかい。